司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。認知症の相続人がいる場合、2つどうするか考えられます。まず1つは、認知症の方も含めて法定相続分という、まあ、民法にのっとった持ち分で相続をしてしまうということです。そうすると一応認知症の方はこう実印をしたり印鑑証明書とか出せませんが、相続をまあ分ける手続きができるということになります。デメリットとしては、まあ、法律で決まった相続分で分けられますので、例えばそうですね、小規模宅地の特例とかっていう配偶者とか、まあ、住んでいた人がまあ、不動産をもらったら税金安くなりますよっていう特例とか、あとはこの不動産は A さんに、この預貯金は B さんにという分け方もできなくなります。で、2つ目は、認知症の方に後見人をつけてその方と遺産分割協議をするということです。まあ、これをすることによって不動産は A さんに、預貯金は B さんにということが可能になります。しかしデメリットとしては、そうですね、その認知症の方の後見人っていうのがどうしても今は専門家がつくことになります。まあ、つくことになりますというか、そういうケースが多いので、専門家がなると報酬が発生します。毎月2万円から6万円の報酬をまあ払い続けないとダメになります。また今回の遺産分割が終われば後見人に辞めてもらったらいいとお思いだと思いますが、後見人というのは一度つくともう一生、まあ、ついたままになりますので、一生報酬を支払い続けるということになります。ですのでこちらのケースではコストがどうしてもかかってきます。まあ2つとも結構、まあ、デメリットの方が大きいので、認知症の方がおられた場合には、例えば事前の対策ができるようであれば遺言を書いて認知症の方を外して、まあ、相続させるということで遺言を書くっていうのも一つの手だと思います。以上、司法書士の重森でした。